なんであんなにこう時間を感じられる写真が撮れるんですかね。緑色の木を見て緑って言った人も、はい、これを緑と呼びましょうって誰かが決めたはずで、自分っていうものを表出した時にやっと世界と対話できるみたいな感じがどっかにあるんじゃないかなと思っていて、本当は僕は世界の全てを収めたいです。なるほど。なんか僕が今風呂敷を広げてしまった理由は、なんか時代がそうさせてるっていうのもちょっと感じていて、なんか社会がそれを許さないんじゃないかっていうのをすごい今うすうす感じてるんですよね。あの全然昔からそうですけど、今ってもっとこう可視化されたと思うんですよね。そういう弱い人のこと声とか立場とかの環境とか置かれているまあ立場っていうのが、そうじゃない人にとってはそれはやっぱり気づけなかった部分っていっぱいあったと思うんですよね。それがどんどんこう、まあ、インターネットとかのおかげでというべきなのか難しいんですけど、どんどん実はそんなに虐げられてたんだとかっていうのにようやく自覚できるようになってきたっていう部分もあって、その構造ってすごい写真を撮る行為に似てるんじゃないかなっていうふうに感じていて、その自分が全然見てなかったものに対する眼差しっていうのは自覚しないといけない時代になったんだと思ってるんですよ。それをいや私はこれが一番好きだから撮ったんだってこう無邪気に言える時代って、すごくこう今はまだギリギリ大丈夫だと思うんですけど、何年後かに許されない時が来るんじゃないかっていうふうにもう感じいやでもそれはそうですね。昔ベルリンに行った時にベルリンの写真を撮ったんですね。それを公開したんですよ。それともちろんあのいいねって言ってくれる人もいるんですけど、結構届いたのがこんなのベルリンじゃないっていう。なるほど、はいはいはい。でそれってどういう意味だろうって考えたんですよね。要するに僕が見たベルリンはこんなにも素敵だと思ったけど、全然そうじゃない部分の方がいっぱいあるっていうのがあるんですよ。見る立場を変えればなんでそこも見てないのっていうふうにもなっちゃうんですよね。でようやくそこで人はそういう自分が見てなかったものにも気づけるというのを、なんか今までは知らなくてよかったと思うんですけど、実は考えた上でそれでもあなたは何を選ぶんですかっていうふうになっていかないと、なんか個人じゃなくて社会がそれを許さないんじゃないかなっていうふうに今ちょうど本当にここ1年ぐらいずっと考えてることなんですけど、僕はそのバランスを取ることは逃げではないと思ってるんですが、0とか100かの話ではなくて間をどう取るかって話だと思ってて、はい、やっぱ人間というものは僕は完全ではないと思ってるんです、はい、だからやっぱ、はい、全知全能ではないし全てを見ることはできないから、はい、だけどその自分が見てるものが全てではないという認識は置かないといけないって僕は思っている、はい、だからまさにその虐げられている方々、はい、僕らが知らない悲しい歴史、うんうん、犯罪、そこに対して自分たちは見えてないという認識を持って、そこに対して視野を広げようという意識は強く持つべきだが、うんうんうん、全部を見れてると勘違いするのはこれも全く間違いで、うんうん、全部を見てないといけないっていうのもこれは不可能だから、うん、その時に見えてないという視点はそれなんか不可能をなんかこう強いてるなと思うんですよね。だからそういう社会であってほしくはないと思うんですけど、うん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 、ただ見えてないということを意識する社会ではあってほしいというか、そうですね、本当に。でこれがちょっと話が発展するんですけど、なんで歌を作ってるかっていうことなんですけど、はい、うんうん、僕はその不完全だから歌を作ってるんですよ。なんか、まあ、生き物係とか特にそうですけど、まあ、お茶の間にとにかく広くの人に聞いてほしいみたいなことをよく言ってて、あれは別にあの嘘でも何でもなくてその通り思ってるんですけど、うんうんうん、もうちょっと突っ込んで言うと、世の中には、まあ、僕なんか表に出てるとこう誹謗中傷的なこと言われたり、なんかお前ムカつくみたいなこういうことはあるわけですよ、当たり前に、はい、でも、はい、その人も曲は好きだったりするんですよ、でなんかそこに可能性があるんだと僕は思ってて、僕という人間はその人と分かり合えないけど、うんうん、その曲はその人を楽しませてくれるかもしれないと、でそうなった時に、あの曲ってすごくて、例えば今この瞬間に僕が死んでも曲は残ってるじゃないですか、うんうんうん、で僕という人間の文脈はもうだんだん関係なくなっていくんですよ、うんうんうん、だから全然僕が会ったことも顔も知らないもう文化も違う人たちにを楽しませるかもしれない、うんうん、これはすごい希望だなっていう、その人間の不可能を超えられる、でグッと無理やり引き寄せるようですけど、写真もそうで、うんうんうん、
撮った瞬間はもちろんその浜田さんのその自我みたいなものとかその瞬間の判断みたいなのが混ぜられてるけど、なんかそれがだんだんこう出てった瞬間からどん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 こうこの浜田秀明という人間の文脈から離れていくことにで広がっていくみたいな、そこにでも物語があるから 共感っていうか分かり会えるような気がするんですよ。すごいくいやもう全く同意見なんですけど、アーティスト写真撮影した時に、はい、多分いいところで止まった話にもなんか迫ってるなって感じたんですけど僕正直自分の存在っていうのは見えなくていいと思ってるんですよ、はいはい、もちろん自分のその意思とかいろんなものを込めて撮ってるわけですけど、写真自体に自分が撮りましたっていうのが写りすぎるのは良くない、うんうんうん、良くないというか自分の目的に対してアプローチとして違うなと思って、はいはい、それなぜかというとやっぱりその鑑賞者の物語が一番大事だと思ってるからなんですよ、うん、自分はだから器でしかない、うん、それ自体で完結するものではにしたくはないんです、うん、むしろその自分の手を離れてどれだけこう跳躍していくかっていうことが大事で、それが僕にとってのいい写真だなと思ってるんですよ、はい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 、でその最初に距離感って言ったのは実はそこがちょっと関係していて、自分が映らない距離感っていうのをずっと探してるんですよ、ね、あこれはこの人が撮った写真だなっていうふうに見えた時に鑑賞者がどこまでそこをで自分ごとができるかどうかっていうすごい関係があってでもこれ音楽も一緒だと思うんですけどね。あそうですね、うん、逃げてるわけじゃないけど答えがないというか、うん、その非常に難しいさまざまな要素が絡んでそこにある一点に近づいていくような作業な気がするな、うん、あのどうしたって映るんですそれは、はいはいはい、もう消すことは不可能なんですけど、うんうん、やっぱりそこに対する意識、自覚みたいなのを大切にしてるっていうことなんですけど、僕その生き物がかりがあのデビューしてちょっと名前を知られるようになって聞いていただけるようになったぐらいの時にだんだんこう自分の中で考え方が変わってって、うん、今おっしゃったことと同じように器でありたいっていうことをずっとすごい盛んに言ってる時期があったんですよ、うん、何年間か。で、歌は器でその、まあ、ちょっと話が違うかもしれないけどその歌に皆さんが感情を入れてほしいと、で中身っていうのはもう皆さんなんだみたいな、はいはい、聞いてくださる皆さんなんだっていうことを言ってたんですけど、あのやっぱ同じジレンマで自分は消せないっていうことがとにかく辛くて、これは消せないなみたいな、で消すっていう作業もやっぱりあの特に歌なんかは難しくて自分の好みも出るし、子供とか生まれるとやっぱり考え方もどんどん変わってくるし、そこはどんどん出てっちゃうんですよね。でだんだん器じゃないかもってなんか、そうで器っていう表現じゃなくてもっとなんか近いものがないのかなって今最近ずっと思ってて、うんうん、でそれでだんだん物語っていう風になってきたんですけど、うんうん、っていうのは何を言いたいかっていうと、やっぱなんかそういうこう視座というかこう見てるとか、うん、こういう風に解釈をしているんだっていうことで僕らは分かり合えるんじゃないかなとかって、うんうん、その歌の中でこれは恋愛なのか親子愛なのか友情なのか分かんないようにしてあるんですね大体。なるほど。そのなるべくそこが強く出ないように。だけど人が誰か自分が何か愛情なりポジティブな気持ちを相手に持ってるってことを伝えるっていう構造だけは提示している、うんうんうん、そうすると、うんうんうん、聞いてくださる皆さんが持ってる物語だったり情報量っていうのはその人の人生分あるから、うん、そこをその構造が呼び起こしてくれるんじゃないか、うんうん、で呼び起こしやすい構造と呼び起こしやすくない構造があってめちゃくちゃ考えてますね。これが難しいで何それがどうしたらそうなるかっていうのは分かんないんだけど、でもそういうことなんじゃないですか。いやいやいや、すっごい分かる、めちゃくちゃ分かりますよ僕だったらそれが、まあ、違うんですけど広告の仕事ですっごい近いんですよ、はい、多分すごい遠い場所の、はいはい、おばあちゃんとかが見るかもしれないみたいな、でその人にも当てはまるかもしれないし本当に目の前にいる誰かにも当てはまるかもしれないっていう幅があるじゃないですか、うん、ともすれば全く意味不明のものになるかもしれないじゃないですか、うん、そこのさじ加減っていうのは確かにこれ僕も言葉にはできないんですけどでもなんか写真の業界だと結構本当にぼんやりしてるものっていうのが実は
共通の物語を呼び起こすきっかけにもなってたりするんですよ。今ってすごい不安で、なんか社会がね、はい、すごく不安定だし、不安、個人も不安な時期を過ごしていて、その中でみんなが求めてるものってすごいはっきりしたものなのか、ぼんやりしたものなのかっていう時に、もしかしたら答えを出したくない人もいるんですよね。そこに選択できるものがとてつもなく膨大にある時代になっちゃったじゃないですか、もうインターネット上で、はい、でそれでどう選んでいいか分かんないってなって、うん、その後どうなるかっていうと、ほとんどの人は選べないんですよ。選ぶ強さを持ってないし、その、うん、何選んでいいか分かんないから怖いくなるってなると、強い意見を言うリーダーシップを持った人がたくさん出てきて、そっちにみんなバーって流れていくんですよ。で、うん、今度それがある程度までいくと、今どうなってるかっていうと、強く言う人も怖いし、何か言うことも怖いし、もうどうしましょうっていう感じ。そうですね。だからそのはっきりしたものが受けるのかなって思ってたのはだんだん過ぎてきて、はっきりしたものにみんな疲れてるから、それ選ぶとこの人と友達になれないとかっていうのが出てくるから選べない。だからやっぱりぼんやりしたものになるんだけど、僕ここで希望を見出したくて、今必要なのは自分の物語を、その別にかっこよくなくていいから、自分の物語を語っていくことなんじゃないかみたいな、みんなそれぞれの人たちが自分でこう世の中を解釈して自分で語っていくっていう力をみんなが持ったらもっと幸せになれるんじゃないかなっていう。で、なんで浜田さんの写真に興味を持って希望を感じるかっていうと、もちろんそこに浜田さんが見た物語があるはずなんだけど、その姿を見て、例えば僕らのアーシャを見て、僕らはこれからスタートするっていう気持ちを問いたいんだって言ったけど、パッて見た時に僕らがそのお仕事のアーティストの企画としてスタートの感じがイメージがっていう、その字面の言葉じゃなくて、本当のもうちょっと深い物語が自分でも気づいてないものを再確認したんですよ。なんか、ああ吉岡と2人で笑ってるなとか、その浜さんに撮っていただいて見て、そこでもう一回自分が、あの写真を作ってるわけじゃないんだけど、自分で語り出してる、もう一回この写真について自分なりの解釈を持ち始めてっていう瞬間がある作品が増えていけば、もうちょっと世の中は良くなるんじゃないかみたいなちょっとすいません、なんか長かったでしょ。結局僕も結局そこは希望っていうか、自分の言い方は祈りなんですけど、すごく写真は祈りだと思っていて、それゆえに葛藤が生まれるんですけど、そこをいかに自己満足にせずに、その見ていただける方をどれだけ信じれるかかなと思っていて、うん、こうだったらいいなっていうのをすごく積み重ねていってるつもりなんですね。だから撮るものも基本的には僕が思うポジティブなものだし、うん、辛いものとか悲しいものっていうのは撮らないようにしてるんですね。で、結局それが反転するとそこを見てないって話にもなるんですけど、はいはい、そこを分かった上でそれでもこっちを選びましたっていうことなんですけど、そこをまあもしかしたら感じ取っていただけてるのかなっては思いますけど、多分写真は100年後にも残ってるじゃないですか。そうですね。それはすごいことだなって。写真ってあのイコール言葉だと思って僕は間違いないと思ってます。小さな家族のなんか長い物語の中にいるんだってなった時の安心感とも違うって、いや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 、それは愛だと思うんですよ、大きく言うと。